鳥栖のホームで0対1、まあ、泉のプロ初ゴールで、はい、それが決勝点となってね、はい、泉の非常にいいゴールでしたし、はい、その後もしっかりと神戸がね、はい、ハイプロスで少しこう長いボールを使って裏ここは先に入って岩崎、うん、前川がよく反応しました、はい、ここはコーナーキックに逃れました。トゥーレルが出してそのままトゥーレル行きます。武藤前を向く、横に入れて大迫はどうするか、前にトゥーレルいる、大迫パクイルギュー、すごい左足のシュート、しかしすごいセーブでした。パクイルギュー、ビリングなシーンが出ました。トゥーレルがそのまま、はい、上がっていってバイテを下げて大迫にスペースを与えて、で左足ほどのパスから岩崎が落として川原パスを出す、おっとここは2人が重なった、あー PK、 PK のパスを差し込むんですけどもね、パスがインターセプトを狙いに行った、はい、そうですね、はい、まあ、その先に穴熊の足があった、うん、富樫動き出す、富樫決めました、うん、0対1サガン鳥栖が先制、 PK で先制点です、ね、そうですね、富樫に関してもこう自分の小前でね、はい、少しこう時間を置きながら、まあ、相手のゴールキーパーの逆をつく、非常にまあうまいね PK を決めましたね、まあ、最初の得点のもやもやしたものがこの同点ゴールでちょっと多少は晴れたと思います。さあここは速いボールが出てきた、惜しかった、今度は鳥栖宮には富樫がいました。武藤入れてくる、パクイルギュー、大迫がゴール前入っていきました。いやよく出ましたね、ちょっと精度足りなかったですね、今度は大迫へ、山崎が行く、山崎行くを奪った、大迫からボールを奪ってノーファール、ここからどうアイデアを出していくか狙っていました佐々木です。しかしまた引っかかる小野、小野深いところから出す、さあ上げられるか鳥栖、反則へ深いところからマイナスのパス、シュートを打ちましたが福田枠には行きません。